皆さん、こんにちは。ラバーダックです。今回はギアを使って高速で走る車を作っていきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。でですね、今回はインベントリーを使っていきたいと思います。あまりパス数ね、多くないので。 こちらに収ままるかと思いますさあ、インベントリ開いていただいて、最初はブロックです。これね、ブロックはもういつも使うんでね、もうここに固定してもらって全然構いません。はい。なので、いつも入れておきましょう。では、次ですが、えー、下いきます。いつもであればね、このパイプを使っていくんですが、今回はですね、この パイプの横にある、えー、パイプアングルエンクローズドというのを使っていきます。これはですね、ブロックの形をしたパイプなので、えー、パイプと全く機能は一緒なんですが、ブロックの形をしている分ね、見た目とか、えー、がまたね、ブロック型になるので、えー、そういう場合ね、使います。はい。では次、下いきます。ビーグルコントロールを選んでいただいて、スモールホイールを選択して持ってきます。はい、この欄は以上です。 さあ、下に行ってください。メカニックスに行きました。えー、メカニックスは上から2段目、ギアボックスを選択します。はい、ギアボックス。次にですね、えー、下行っていただいて、いつも通りスロットルレバーを使用します。はい、そのスロットルレバーの隣、トーグルボタンも使用します。はい、でですね、次ですね、ちょっと下いただいしていったい、<laughs> 下行っていただいて、えー、下、 このスモールエレクトリックモーターを使用します。はい、これもいつものことですね。で、最後ですが、最後していってください。で、エレクトリックからまた、えー、いつもの面々、エレクトリックバッテリースモールを選択します。はい、今回使用するパーツはこれだけです。さて、戻っていただきます。でですね、えー、5かける5の 表面を作って、下のプレートを作ってください。4、5ですね。めんどくさい方は、この右のツールバーから、えー、この一番上の X ボタンを選んでいただいて、こうやってね、えー、5る5鏡になるので、あっという間に作ることができます。はい。そして5、5る5ができたら次、えー、スモールホイールを使用します。スモールホイールを選んでいただいて、この前と後ろにつけていきます。こんな感じですね。 はいこんな感じにつけてありますでね一応矢印下地面見るとね矢印があるんで、えー、その方向に進むように、えー、一応メーカーは作っていくという前提になっているので、えー、このタイヤを見ていただくと分かるんですがこの矢印も、えー、プラス の方向が矢印の方向を向くように、下の矢印を向くようにしてください。なので、これね、今、私の画面と同じように配置していただければ間違いないかなと思います。さあ、これでできました。で、次なんですが、ブロックを選択して、この後ろは塞いちゃいます。前はね、塞がないでください。後ろだけ塞いでおきます。さあ、ここまで来たら、 この右の画面、右のツールバーの一番上のところの選択を解除しちゃってください。はい、次です。次がですね、このギアボックスを使用します。ギアボックスを置いていくんですけど、ギアボックス、こうやってね、置いていって、ちょっと置く場所としては、ここですね。ここなんですが、必ずね、矢印が。 内側を向くように設定してください。矢印を内側に設定する。これ意味があるので、内側に設定してください。でですね、矢印がないよーっていう方もいると思うんですけど、矢印がない方はね、この右のツールバーのところから、この5番目かな、上から5番目のダイレクションアローズをきちんと選択しておいてください。選択しないとね、こうやって見えない状態になってしまうので。 はい、きちんと選択しておいてください。こんな感じですね。はい。で、次なんですが、次、モーター選びます。モーター、スモールエレクトリックモーターを選んで、ここのね、ギアの穴、穴が開いてるので、ここにつけちゃいます。はい、つけました。でですね、今ここで説明すると、なんでこれ矢印、内側向いてるか、外側向いてるか考えないでください。ただ、 知っておいていただきたいのは、えー、とモーター側に矢印が向いている場合これ今の状態ですねはスピードモードと覚えておいてくださいそしてねモーター側を矢印が向いていない場合これとはね逆のパターンの場合はパワーモードと覚えておいてくださいはいこれ覚えておくだけでいいですもうあのギアについてねいろいろ調べて説明したりするとね混乱してしまうのでもうそう覚えておけばこのゲームでは あんまり困らないので、これで覚えておいてください。はい、次、バッテリーです。バッテリーを選択して、どこでも好きなところを置いてください。はい。どこでも本当にいいですよ。私、2つ置いておきます。ちょっとね、あの足りなくなると困るので、2つ置いておきます。はい、そしたら次、スロットルレバーも適当なところ置いておきます。ただね、変なところ置いちゃうと乗れなくなっちゃうので、えー、乗りやすい場所に置いておきましょうか。こんな感じですね。 で次、トーグルボタンも置きます。はい、こんな感じですね。はい。で、もうほぼ完成と言っていいんですが、まだここね、えー、モーターから出てきたパワーをギアボックスに伝え、その先、えー、タイヤに伝えるパイプがないので、これ繋つないでいきたいと思います。はい。では、下から、まず、パイプアングル、エンクローズドを選んでください。 そしたらね、こんなブロックの形した、ただ穴が開いたパーツが出てきます。これね、えー、矢印、これつけるとわかるんですけど、矢印が出てます。青い矢印。えー、この矢印はね、えー、パイプがどこを通ってるかを表しているので、こんな風にね、きちんと確認していけば、間違いなくパイプを繋ぐことができます。はい、次なんですが、パイプ T ピース、エンクローズドを選択して、これもね、同じように矢印確認しながら、 え見ていきます。これね、矢印の方向にパイプが伸びてますよってことなんで、こうすると上から降りてきたパイプが左右に分かれている。そんな状態になります。そして最後、パイプストレート。これも選択して、はい、こんな感じですね。はい、こうなったら見た目的にはブロックなんだけど、きちんとパイプですよっていうのがえ分かるパーツになります。はい、続きまして、 上のツールバーからロジック選びましょう。いつも通りね、ロジック選択して繋いでいきます。今回はね、スロットルからモーター。これもいつも通りですね。スロットルからモーターに繋いでください、えー。そして次にね、トーグルボタンからギアボックスに繋いでください。こんな感じです。ギアボックス繋げましたね。はい。繋げたら、次。 左側のツールバーからエレクトリックを選択します。これもね、電気の供給なんで、全部に行き渡るように繋いでいってください。はい、こんな感じですね。まがる必ずね、えー、バッテリーに繋がってれば電気は必ず通るんで、ま繋、あ、いどけば問題はないです。 ただ、えー、分かりやすくしたい方は、きちんと電気がどう流れているかを考えながらやると、えー、後々設計する上では分かりやすいかなと思います。はい、一応これで、メーカーとしては完成ですが、最後ね、1点、設定をする必要があります。はい、上のツールバーからセレクト。 押してくださいそうすると、こんなになりますね。前、タンクを作るときに、これこの画面見えたと思いますが、これ今回はこのギアボックスを選択します。そうすると、左側、こんなのが出てきました。レディオ1、1対1、レディオ2、1対1となっていますが、これ、ギアのね比率を表しています。まあ、ギアの比率、あのいろいろ考えるとね、あの 大変なんで混乱すると思うんで見てる方がでねいろんな世代の方がいるみたいなのでもう簡単に説明しちゃうとこれ矢印でねどんどんこれを押していくと右側に行けば、えー、どんどんスピードが速いギアに入ります、まあ、いわゆるね自転車のギアと一緒です、えー、右に行けばつまり高い段のギアに入る、えー、自転車1から6段のギアであれば、まあ、ギア1段の時はあれですよね あの漕ぎやすいですけどあんまりスピード出ないですよね。でもギア6にすると漕ぎづらい反面あのスピードが出ますよね。それと同じで、えー、この1対3のギアはいわゆるね3のギアに入っている状態です。なのでこれこっちの左側に やるるほど、えー、とギアが小さくなる今1対1なんで1のギアに入っていると考えると楽かなと思います。先ほど説明した、ちょっとこれ、あの皆さんはセレクトボタンを押さなくていいんですけど、えー、先ほど説明したね、これパワーモードと,、えー、とスピードモードって言ったんですけど、これ矢印がモーター側を向いてないパワーモードの際はですね、えー、これ右側に行くほどパワーを強く出せるようになります。 まあ,あの自転車で言うとね、えー、さっきの説明とは逆で、えー、右に行くほど段数が下がってるという感じに考えていただければ、えー、楽かなと思います。まあね、こっちが重い、えー、右側が重いギアで、左側が軽いギア、そうやって覚えていただければ結構です。で,ですね一番1から1、1分の1よりも 向こう側には1-1というのがあるんですが、これ逆回転になるんで交代します。後ろにバックするので、まあ、これはね。 えー、バックする設定をしたいときに使うんですが、今回はね、えー、覚えておかなくて結構なんで、1対1のところから始めてください。でですね、このレティオワ1レティオツ2っていうのがですね、レティオワ1は最初の状態を表しています。ギアの最初の状態。えー、これをスポーンさせた最初の状態が、えー、1のギアに入っていると想定してください。それでですね、えー、レティオツ2っていうのはですね、さっきトーグルボタンとこれ、ギアをつないだんで、トーグルボタンを押したときにどのギアに入るかを表しています。 しています、えー、なのでね今回はちょっとね変化が分かりやすいように一番右の1対3のギアに置いておきましょうかはい1対3のギアにしておきますこれで設定は完了ですはいセレクトボタンを戻して皆様セーブしていただいて私はセーブしませんがこんな感じになりますまあ色塗りも今回はまあ1つしかね系統がないんで必要ないかなと思うんですけど まあ、電気なんで、こうやって動いてますよっていうのは、示しておきましょうか。こんな感じですね。こっちに向けて動いている。はい。こんな感じですかね。つけていただいて結構です。はい。では、スポーンしましょう。スポーンだ。はい。スポーンされました。こうですね。 で、適当に乗ってと。で、スロットレバーを押すと動き出しました。はい。動いてるね。っていうのですが、ちょっとね、私一旦降ります。降りるとどれぐらいのスピードで走ってるのかわかるんですが、これね、自分が走ると、普通に追い抜けるぐらいのスピードで走ってます。はい。走る、走ると、全然追い抜かされるんですが、 さちょっと一旦戻るか。えー、次。これね、もう一度、スロットル全開にして、次ね、このトーグロボタンを押して、そして降りてみます。そうするとどうなるかというと、はい、走っても追いかけられないぐらい速くなってます。 はい、今これ全速力で走ってるけどさっきは自分の方が速く走れたのに今は車の方が全然速い状態、えー、そんな状態になっています <laughs> 向こうが行っちゃいましたねはいこんな感じでねギアを変えることができるようになりました はい。ということで、今回はこのギアについてご説明しました。これでね、えー、皆さん、速い車を作れるようになりました。今までもね、よりも速い車を作って、えー、もっとね、迅速に目的地に着けるようになるといいですね。ということで、ラバー a ックでした。皆様、またお会いしましょう。バイバイ。